当にやばい、うちマジで緊張した今日は本当に。デレ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 、そう、ラスト頑張る。そう、これがねラスト最後なんだよね。あ、間違えた、シアじゃない、書いた。マピラピさんありがとう、ハートありがとう、聞いてくれてありがとう。そう、小柳寺からの流れで皆さん小柳寺聞いてくれたかな。でもやってたかわからないこともあるよね、急にだった、あ、急にうちらが出たから、ちょっと本当に そうです。ちょっと前髪がやばいんだけど、まあそんなこと気にせず。初出演ありがとう。そう、初出演でした、声ラジ。普通にひーちゃんとかなうでした。そう、ひーちゃんはいつも通りのひーちゃんって感じだったけど、めっちゃ緊張して、本当にやばかったです。みんなに言われたもん、めっちゃロボットみたいだったよって言われて、本当に緊張したんです。今日は、あ、今日の服はこれは、あのね、あんまり着たことないかも。あんまりっていうか、初めて今日着たんですよ。スミッチ、バラ、あ、バラじゃなかったとこ、どう見ても。タコ、ありがとう。ケイタさん、レインボースター、ありがとう。嬉しい。そう、教えてくれて、そう、スペシャルでしたから。タク、ハト、ありがとう。よく可愛い。そう、今日は。なんかね、今日は可愛いの。なんかね、こう、なんか、下はスカートなんだけど、スカートで、上はこんな感じでした。今日は清楚系女子で行こうと思いました。清楚系、あの、あれですね、あの、なんだっけ、あの、乃木坂のさ、ファンの女性のファンが着てそうなお洋服。ツリーさん、バラありがとう。そう、18時半前にできないってこういうことだったんです。18時半前にできないってこういうことだったの。今もさ、ギリギリ、もう急いで、めっちゃ急いで帰ってきたんです。ギリギリでした。ギリギリ聞き逃しましたか。浦山さん、バラありがとう。両親さん、声ありがとう。聞き逃しませんね。間違えた。キーラジキ、ここいらじ聞いたらびっくりした。そうなんです。ありがとうございます。そう、3期生というか、マイカーに入ったので、私たちも日替わりで、あの、恋ラジに参加していくことになります。あ、パンボールさんだ。パンボールさんの、よかった。なんか静岡を感じれた。お便りだった。本当に静岡を感じれましたね。かたまるさん、ハートありがとう。かんさん、ねむさん、ありがとう。かたまるさん、ハートありがとう。かゆきさん、くま、ありがとう。X にかなちゃんのお寄せにポストして、ありがとう。嬉しいよ、みんな。高ゆきさん、タコ、ありがとう。服、ええでしょ？服、今日は。あの、なんかでもさ、もう、あの、なんかだんだん涼しくなってきたからさ、今もエアコンつけてないんですけど、だんだん涼しくなってきたからさ、なんかお洋服迷うんだよね。もうこれもさ、着れないじゃん、普通に。こういうちょっとスケスケだしさ、まあ、ギリ今かな、みたいな。ぐらいで、でも今年買ったから着ときたかったから良かったです、着れて。ちんちょぎさん、あとありがとう。きよしさん、バラありがとう。嬉しい、お嬢様です。今日はきよしさんありがとう。レインボースターありがとう。からし大根さん、嬉しい。きよしさん、あとありがとう。かなたの X 見てた？どういうこと。すきやまさん、バラありがとう。そう、サプライズ出演らしい。スカート上まで上げるときとするじゃん。しませんね、全然。ひろみさん、バラありがとう。楽しみにしててね。マオさん、ハタありがとう。からし大根さん、ハタありがとう。ギリギリ採用されました。そう、楽しかったです、とても。からし大根さん、ハタありがとう。なるみありがとう。からし大根さん、ハタありがとう。キッチンさん、ありがとう。そうでさ、なんだっけ、何の話をしようとしたんだっけな。あ、間違えた。富士山頂で毎回公演、どういうこと？理解できない。気合い入れた。そう、初でもラジオだから、そんな外観はそんな撮られないけど、西日本は暑くなるみたい。そうなの。アッピノッピーさん、ありがとう。レンボスさん、ケイクワトルさん、ヒロシさん、ありがとう。そう、今年初めて来たの。でもずっと買って来たって思ってたんだけど、なんか着れなくって、着れなかったわけじゃないんですけど、なんか着るタイミングなくって、なんかこういうお洋服うちあんま着たことなかったから、挑戦するのになんかちょっとなんかさ、ファン、なんかのファンしてそうな
服装じゃないこれ、なんかめっちゃ偏見だけど、だからなんかちょっと抵抗あったからめっちゃ迷ったんだけど、したえこれ可愛いよね、これ自分結構好き、今日初めて来たけど好きだから、なんでもっと早く着なかったんだよって思いました。ひろしさん誰もありがとう、フラッペチーノ誰もありがとう、パンボールさんバラありがとう、ファンボールさんハートありがとう、ラムラミウルさんハートありがとう、リーモさんバラありがとう。え最終枠は何しよう、えもうカラオケしようと思ってたんだよね、でもそんなめっちゃ長くカラオケ続かないよなと思って。神様 I love you 嬉しい、35度近くなる、暑いの今でも結構暑いんだけど、今日さ眉毛するの忘れちゃって、眉毛のさ眉マスカラするの忘れちゃったからさ、ちょっと色がちょっと、ちょっと眉毛脱色しようかな後で、そう今日のお洋服、えでも本当にそうこのお洋服結構お気に入りだから、ちょっとこれでな、やだな、これ1回で終わるのやだな、この服もう夏終わるの、どうしよう、まあいいや、10月静岡帰った時も着ますこのお洋服ダメかな、10月って長袖なのかな、わかんないけど、ケースラジオの時も嬉しかったけど、ラジオのお仕事嬉しい、ええでもマジでさ、自分マジ緊張し、緊張人間じゃない、めっちゃ緊張しちゃう本当に、なんかもうさ、なんかなんかコミショっていうかさ、なんか本当にコミショなのかなと思いました。頑張ります。山吹さんもらありがとう、 TK さんレンボスターありがとう、たくさん嬉しいよ、みんなありがとう、リンボさんハートありがとう、みんな1週間ありがとう、もう大変だったと思うけどありがとう、朝からとかさみんな見てくれてありがとう、嬉しかったよ私は、のびのびさんありがとう、のびさんありがとう、すれ違ったら振り返るぐらい可愛い、今日はなんかちょっとみんな、あのみんなが好きそうな服装ですよね、こういうのってみんなが好きそうな服装私はあんまり着たことなくって、ちょっとねなんかねだったけど、うわー結婚式たくさんだ、のぶのびさんハートありがとう、カエル顔打ちキスぐらい似合ってる、えこういう顔めっちゃね初めてなんですよね、こういうお洋服を着るの私、こういうなんて言うんだろう、本当になんかねなんかおたくさんが着てそう、おたくさんってなんて言ったらいいんだろう、なんか男性アイドル好きな方たちが着てそうなさお洋服だよね、だから初めて着たこういうの、梅田さえその服に本当、まぼちさん誰もありがとう、お嬢様キャラ、私お嬢様キャラで行こうかな、じゃあやっぱキャラ変するわ、一回キャラ変してみよう、一回ショールームを、そんなあのショールームの頻度を減らすじゃんこのビス終わったら、そしたらその間になんかイデカナウはこういうキャラっていう意味わからない違うキャラをなんか植え付けてみんなの脳内に、キャラ変するわ、この格好でドンキ行ったら追いかけられそう、追いかけないでください、今の時代東京スカイツリーのてっぺんからおみ、え？切りもみダイブじゃ、何それ？爪？爪結局取れなかった全部は。たまたこさんハートありがとう、のぴょんぴさん誰もありがとう、たまたこさんハートありがとう、チキンバーガーいいな。そうかな、は今日はラーメンを食べちゃった最悪なって感じです。のぴょんぴさん誰もありがとう、すごく嬉しい、ヘルナンドさんヤッホー。来たらいいです。そう。11月から寒くなる？10月でその服は寒そう、え寒いのかな、でも本当になんかこういう服をちょっと知らなかった、自分がこういう服も別にいけるっていうのを本当に知らなかったから、ちょっともうちょっと着たい、ダンサーさんかわいい、ありがとう嬉しい、 TK さんレモスターありがとう嬉しい、半数でいけるかな、ちょっと過ごそうと思います、 TK さんレモスターありがとう、土林さんレモスターありがとう、なるみさん結婚してありがとう、いいよ、3ヶ月予報って何、ルルさんあとありがとう、ルルさんありがとう、スターズ東京から北区海いいな、私もあれ出たかった、乃木坂っぽい、確かになんか着てそうだよね、なんか乃木坂好きな女の子がさ着てるよね、よくこういう服 X めっちゃ回ってくる、なんか顔にさモザイクかけてさ、なんか可愛いなんかおたかつしてるさ画像が回ってくる、この週間たくさんしてくれたみんなもありがとう、こんな3時間も本当に毎日3時間もありがとうございました、みんな元気でね、なんか略して好きそう、ひろしさん誰もありがとう、インスタにあげた、これ服あげてないよ、この服あげてな、なんか今日あげようかな、
清楚キャラになって帰ってきてください。そうね、ちょっとキャラ変して帰ってくるわ韓国アイドル応援してる女子そういう服よく着てる。うわ、確かになんかわかるかも。なんかアイドル応援してるさ方ってさ、よくこういう服着てるよね、お嬢様みたいな。キャラ変、そう着てる。こんばんは。前からかなちゃんお嬢様キャラだと思ってた。どういうこと、どんな大間違い、どういうこと、どんな大間違い。かなえがお嬢様キャラ、いつからお嬢様キャラなんだ。かわいい、嬉しい。サラピさんとか確かに。瀬戸内のすする、何すするって、誰すするって、すするラーメン、やっほー。キッチンさんハートありがとう。触り心地いいかも、すごいいい感じです。今日までです。結婚申し込み承諾するの、 OK するの今日までです。明日からしません。ミヤヒーさんハートありがとう。ヤマちゃんやっほー。ヒナハートありがとう、かわいい、嬉しい。ミケちゃんレモスターありがとう、嬉しいよ。女オタの服装ってなんとなくわかるよね。わかる。なんかさ、綺麗系多くない。なんかさ、なんかさ韓国綺麗系みたいな、こういう服とか多いよね。だから街とかでさ、わ、あの子絶対なんかのオタクさんなんだろうなって思うときにさ、こうさ見てるとさ、なんかバッグとかに絶対ついてるからさ、うわーってなる。やっぱ正解だと思って、自分も紛れてみようかな。ミケちゃんありがとう、雨嬉しい。ユタパパさんありがとう。確かに想像つくね。カナエは本当にね、本当にこういう服装結構ね。そう、でも最近このスカートめっちゃ履いてるんです。マジでこれお気に入りなんです、このスカート。結構なんかね、丈が長かったからちょっとこれ足短く見える説って思ったんですよ。でもそしたらなんか意外と、多分ウェーブだから、このウェーブってね、ここのね、この腰ら辺がの骨が出てるんですよ。だからなんかそこと足の付け根ぐらいを隠せればいいから、隠せれるから、このお洋服だから全然足が太く見えなくて、なんか足が細く見えた、言ってたのかもしれないけど、足が細く見えて嬉しかった。すする TV、 なんか聞いたことある。毎日ラーメン食べてさ元気なのかな、それは。ゆたばばさんありがとう。 TK さん結婚していいよ、今日だけ。でもシンデレラだから12時回ったらもう切れる、その設定が、設定じゃない、その結婚してが切れる、時効かわいい。そう、今日のお洋服ね、お気に入りです、お気に入りになりました。うなぎバターさんタコありがとう。東京1068さんクマありがとう。あだちさんレモスターありがとう。頑張ります。ミューポのチェキつけて歩こうかなね。ミューポのチェキつけよう、ミューポのオタクしよう。なんかさ、このさ、髪の毛ストレート感もなんかそういうさ、ちょっと清楚系だよね。ちょっと清楚になったわ今日。山ちゃんかわいい、ありがとう、嬉しい、かわいい、ありがとう。その服で照り焼きバーガーとかお好み焼き食べるチャレンジ見てみたいかもなんでだって、でも確かにちょっと垂らしそうだよね。垂らしたら終わり。でもこれ結構スケスケ、なんかスケスケなんですよこれ。結構スケスケだから風通しいいから、ちょっとやばいです。もうあの季節が終わっちゃうそう、結婚して最後です。沼津の STO さん、レモスターありがとう、嬉しい。ストルートお洋服、ストルートこんばんは、ヤギさんこんばんは、みんな来てくれてありがとう。もうこれがこれが最後です。配信悲しいね、こんな配信したから。たくさん制服じゃないよ、 ST の制服ってこと。黒髪が清楚、確かに黒髪清楚ね、染めようと思ってたのに一時期。確かに、でもこれでさ、ちょっと茶色とかだったら似合わないのかな。でも茶色でも似合うか。ストリートピアノ、ピースピース、山椒さん黙ってたら王道感すごいよね。じゃあ黙ってようかな、ちょっと1分間黙ってみようかな。そしたら可愛いって思われるんじゃない。1分間だけ黙ってみよう。1
1、8、9、10。中田さん旗ありがとう。いやなんか黙れないうちなんかさ、やっぱさ黙ってるとなんか喉がなんかうじうじしてくるんだよね。動きたくなる喉が。これが最後で金さんのこと忘れません。嬉しい、忘れないでね。たまたこさん可愛い、ありがとう。嬉しい、可愛い、ありがとう。わたあめさん旗ありがとうね、よかったです。1時間半黙ってて最悪、黙ってようかな。1時間半黙ってようかな、ずっと。そしたらさ可愛いって思ってもらえるかな。でもさ、このさなんかさ、うちもさ王道アイドルで行きたいけどさ、あのさもうあれだよね、普通にこの1分間も黙れない時点でさ普通に無理だと思うんだよね。まあでもいつかまたキャラ変して戻ってくるので、皆さん絶対待ってて見ててください、私のキャラ変ぶりを。安部だるまありがとう。ストレートヘアどうしよう。そうそうだよね、これストレートと似合ってていいですよね。でもしかも髪の毛がちょっとサラサラ、自分で言うのもあれなんですけど、髪の毛がサラサラ髪の毛がサラサラなんですよ、自分。これ自分で言うのやばいんですけど、なので結構ねいいですね。あ、安部だるまありがとう。逆に金髪も似合うと思う。え、そう、金髪したい。でもなんかミルクティーベージュめっちゃしたくて、でもなんかその自分ツインテールしてるっていうキャラがあるから、なんかなんかそれなんかちょっと違うかなと思って今迷い中なんですよね。なんかでもさ、ミルクティーベージュ系の色の人を見るとさ、めっちゃいいなと思う。1分間黙れなかった。安部だるまありがとう、可愛いですね。やった、マッチ始めまして。安部だるまありがとう。ドニーさんこんばん。喉がうじうじ、そう、なんか喉が喋りたくなるの、心が叫びたがってるんだって感じでね、結構喋りたくなっちゃうんですよ。安部のぴまぴさん、まぴなぴさんありがとう。ほっぺ柔らかいです、めっちゃほっぺやばいです。ちょっとなんか脂肪を取りたいぐらい柔らかいです。山ちゃんハートありがとう。安部だるまありがとう。1分間黙ることできるよ、本当は。まぴなぴさんありがとう。安部だるまありがとう。山ちゃんハートありがとう。黙れて1分間はカウントするじゃん確かに確かに黙ってないよね、もう口は閉じれないんだよ自分。でも時々ね、緊張すると静かになるよ。なんか緊張したらうち本当に黙るから。のびまぴさん、安部、山ちゃんありがとう、嬉しい。うわ、ペンライトがたくさん、嬉しい。山ちゃん、のびまぴさんありがとう。安部ありがとう。山ちゃん、安部ありがとう。りんごさんも黙れて試しなかったから無理。いや私絶対いける、もうキャラ変した時はもう絶対黙ってる、もう喋らないキャラになる。それが本当の自分の性格なのかもしれない。山ちゃんハートありがとう。そう、黙ったままイベント終わっちゃう。山ちゃんハートありがとう。ラジオでバレる。じゃあラジオマジ今日やばかった、めっちゃ緊張してた、本当にめっちゃ緊張した本当に。みゆみゆさん、山椒さん、山ちゃんありがとう。王道アイドルをイメージしたら喋ってみる。え、もうそしたら声も変わるよ、結構なんか自分のあの歌声みたいな声になるよ。うち歌声結構なんか音がもともと高いんだよね、なんか高くなっちゃうんだよね、癖っていうかなんかわかんないけど、王道アイドルですね自分。喋り倒してるのがかなえらしい。いや、かなえらしいはもういらない、いらなくなったから、ちょっともうちょっとアイドルらしく行きたいから、よろしく。4649よろしく。山ちゃんハートありがとう。山椒さん誰もありがとう。はるちゃんこんばん。キャラ変したら嫌、でもキャラ変した方がいいかなと思ってきた。黙ったら清楚系見えるでしょ、私清楚系で行こう。やっぱなんか最近さ、三期生さ結構喋る子多くなったから、逆に私清楚系で行くわ。なんかいないじゃん、あんまり無口な子だから、もう一言も喋らないキャラで行く。なんかどの場所にいても一言も喋らないキャラ、そうしようかな。本当に山下さん誰もありがとう。かなの髪の匂い、でもシャンプーがなんかシャンプーラックス使ってるんだけど、私ラックスの匂いめっちゃ好きなんですよね。だからいい匂いです。今までありがとうございましたって言われちゃった、なんでよ。金髪ツインテール、ミルクティーでツインテールがめっちゃ可愛いよ。え、そう、私もいいと思ったの。なんか黒髪、一回髪を染めたら黒髪っていうブランドがなくなっちゃうんだって、悲しくない。しおりん、ひろころりんさん、レモンスターありがとう。ゆなさんハートありがとう。そう、ゆなさんハートありがとう。みけちゃんペンライトありがとう。ゆなさんありがとう。ハイトーンにした方が似合いそう。そう、自分ね、イエベだからハイトーンにした方が似合うんですけどね。みけちゃんありがとう。ゆなさんありがとう。みけちゃん、ようちゃんさんありがとう。今日は苦がかないの、今日は苦がかないですね。みけちゃんペンライトありがとう。公園で思い出しそう。しおりん誰もありがとう。でも維持するのが大変そうだよね。まあでも維持できるんですけど、維持するの大変そうだよね。
しおりはたありがとう。なぴやぴさんペンライトありがとう。今日の服装でインスタ投稿したしようかな。まぼちさんなるもありがとう。しおりありがとう。あと1時間10分。うわ、もう締め切りだ。あ、締め切りじゃない、もうちょっとだ。しおりはたありがとう。メイル君お疲れありがとう。しおりみょんぴーさんありがとう。みんなハートたくさんありがとう。嬉しいよ。いやかな、最近めっちゃ緊張する。ホーリーさんありがとう。ペンライト今来たところ、どういうこと。あ、いらっしゃいませ。今正統派アイドル風の写真撮ってポストしたら、撮ろうかな。本当にボブにはしないです。今ボブ増えちゃったからね。ボブが増えたからボブはしないです。清楚系が4649で、あ、言わないか、言わないか、間違えた。じゃあよろしくお願いいたしますでございます。清楚系1分なら持ちそう。え、いや5分持たせるよ。そう、3期の清楚系はえゆいたんとかじゃない、目指せゆいたん。誰だろう。でも3期わかんない。やっぱやめよう清楚系。やっぱやめた。何系にしようかな。自分がさキャラ変したらさ何がいいんだろうね。まぴなぴさんレンボスありがとう。もう喋る系はちょっともうやめる。喋る系は増田スタジアムからこんばん。今日広島コレージ戦ありがとう。サモヤのサポーターさんだ。ありがとうございました。お便り嬉しかったよ。そう、喋ったら監督にいるか分かんない。そう、そういうキャラ。爽やかハンバーグ匂いしない。ラックス、すいさん誰もありがとう。ラックス安いしいいよ。いい香りがするメンバー抱かなう。 TikTok、 あ、 TikTok。 恥ずかしい。え、 TikTok に出てたと感じてやっぱな、笑ってしまった。なんでだろう。笑うな笑うな。そうだよ、なんか本当になんか白髪じゃなくてさ可愛いところさ、可愛いところがいいね。可愛いですけど私はいつも。ミーポンと同じ年齢キャノン、確かにミーポンと同期で言おうかな。平田内さん誰もありがとう。ゆたパパさん可愛いありがとう。髪の毛一覧ダメにしません。一回染めたら切らないと、切らないと黒髪にするのが大変。そうでも私はね、それ過去に髪の毛染めたことあったんだけど、マジで大変だった。本当に髪の毛黒染めマジで一番大変だった。本当にダメだった。しかも黒染めしてからその後にもう一回染めたいってなって、もう全然色が抜けなくてマジでやばかったから、本当になんか注意ですね。平田内さんだるまありがとう。ハートありがとう。プリンになっちゃう。そう、山ちゃんレインボースターありがとう。たくさん嬉しい、ありがとう。レインボースターみけちゃんかわいいありがとう。アイスレモンさんどれもありがとう。ツリーさんハートありがとう。ようちゃんさんじじありがとう。ツリーさんバラありがとう。ひろしさんハートありがとう。インスタだけ清楚投稿しようかな。そう5分。そう、お嬢様として話して、ちょ、わかった、あのね、ゆっくり話してなんか語尾をしっかりなんかちょっとお嬢様風にすればお嬢様なれるんですよ。ひろしさんハートありがとう。だからゆっくり話しますわ。清楚系はこんな声取らない。ゆっくり話しますわ。うち声でかいんだよマジで。あ、こんな声でかい、でかいって言わないお嬢様。声大きいんですわ。メイドさんキャラにならないですね。よく泣く系、よく泣く系も今です。もう泣かないです私だから。もうよく泣く系はね、あのね、よく泣く系はね、ミューポンみたいな子がね、そういうキャラでいけばいいと思うんです。だから私はちょっといいかな。地雷系、あ、地雷系確かにいないね3期生でも。地雷系はちょっと私ちょっと向いてないかも。いつも地雷系だから、性格が地雷系だから。ハッチさんハットありがとう。ハッチさんハットありがとう。嬉しい。カラシ大根さん結婚してありがとう。いいよん。今日は清楚系の子がたまに喋って漢字読み間違えるとなんか嫌かも。カエルかってことそれ、つまり。ダンスさんレモンスターありがとう。嬉しい。シャンプー一緒、安くていいよね。安いっていうかお得、お得っていうか、あのそんなお金かからないしさ、その代わり普通にさ髪の毛もさサラサラだしさ、普通にさめっちゃいい匂いするし、いいよね。大雨なの大変だ。山ちゃんだるまありがとう。声出し早く終わってほしいと思ったが、よかったね。えよかったです。声出しありがとうございます。本当にでかなのコミショー、コミショー炸裂があるって感じだったので、これからもっと喋れるように気をつけます。ハイトーンするとき眉毛をしないと、眉毛だけ黒にしようかな。山ちゃんだるまありがとう。嬉しい、たくさん。で、シュミさんあたりゴミに、うふ、確かにそうしよう。まびのびさん、誰もありがとう。うふ、うふ、山ちゃん、誰もありがとう。うふ。かなちゃん、バラエティー系育てるとしてるのかな。え、違う。かなうがバラエティー希望で生きてきたから、あの、バラエティー系でやってくれてたんだけど、なんか、いでかなうは、なんかコミュ障ってことに気づいて、バラエティー、あれ、もしかしてうちかなうそういうの向いてないかもと思って、最近気づいた。ことです。あ、ちょっと。
マピナピさんありがとう。ゆっくり話すのいいかも。そうしよう。マピナピさん誰もありがとう。似合わない。なんだと。山ちゃん誰もありがとう。うちって言わないか。私か。知っとるけ。知っとるけ。お嬢様なの。マピナピさん山ちゃんありがとう。だるま。今更感。いや今からさん今更感でもいいんです。キャラ変更できるなら。もうみんなの脳みそから私の魔法で消します。今までの入れ替えを。山ちゃんだるまありがとう。ラルミありがとう。バラ山ちゃんありがとう。加工写真で笑いを撮る系とか。ホーリーさんありがとう。ペンライト。なんとかですわってゴミにつけたらお嬢さんみたいになりそう。なんとかですわ。ヤギさんだるまありがとうですわ。虹郎系誰それ。ラックススーパーリッチです。メール君結婚していいよ。リラッ、え、そう、ラックスしっとりするよ。私、ラックスの髪の毛、めっちゃ合うんだよね。なんか今、結構、なんかラックスじゃなくて、ちょっとお高いシャンプーとか使ったら髪の毛いいんじゃないと思って、なんか普通に一時期いろんなね、シャンプー、夜とか、他のシャンプーもいろいろ試したけど、結局ラックス戻ってきたし、そんぐらい結構うちラックス好きかも。あんまりなんか、他のやつと変わんなかった自分は。逆になんか、高いやつ使うと髪がなんか、硬くなっちゃうんですよ。なんかね、ドライヤーが乾きにくくなったの。なんかわかんないけど。だからさ、ラックスが一番いいです。ミケちゃん、じじありがとう。噛んでないわよ。体張る系ですわよ。声ラジによく出ますので、よろしくお願いします。こちらこそ。笑顔で、笑顔そうでよかった。笑顔だよ、めっちゃ。うふふ、お世話になりまし、私も、うふふ、得意だよ。ゆいたんの真似しようかな、これから。みけちゃんあげありがとう、嬉しい。やすべだるまありがとう。知っとるけ、知っとるけ。やまちゃんだるまありがとう。やすべだるまありがとう。放送で省略されたメッセージも読んでおいてください。どこにあるの。ありがとう。もちっちさん、はたありがとう、嬉しい。やまちゃん、おくゆきさんありがとう。マイカー公演で MC 鍛えられそう。ほんとにやだっす。山根の可愛いから消さないで。なんで。山ちゃんだるまありがとう。りゅうちゃん、おケーキさんありがとう。コンディショナーも一緒。そう、コンディショナーも、コンディショナーもラックスです。なんか普通にうちラックスが多分合う髪質なんだと思う。もうちっちゃい頃からラックスだから、ずっと赤ちゃんの時から。赤ちゃんは知らんけど、ちょっとラックスだから多分ラックスが合うんだと思う。俺普通にだってサラサラだもん、ね、そう。カリさん、ハタありがとう。だってゆいたんはお嬢様キャラとかじゃなくてお嬢様なんだもん。もうカナナミオグ元気で、元気じゃない、元気じゃない、もう元気じゃない、ないキャラになる。デヴィ夫人みたいな、あ、デヴィ夫人キャラになろうかな。ゆうちゃんだるまありがとう。美味しいっていう、うまいっていう、私は美味しいっていう。なんかこれは結構ガチ。なんかママが言葉は厳しいから、うまいって言うと、うまいって聞き返される。うまい、美味しいでしょって言われる。そう、女の子が多分多いから、自分の家庭っていうか、もう本当にいとことかもみんな女の子だから、で姉妹だし、三姉妹だし、言葉遣いは気をつけてる。ママからの教育。髪がキシキシしない？キシキシしない。髪めっちゃサラサラ。そう、でも一番うちが言葉遣い悪いと思う、三姉妹の中で。妹かな、かなうか妹な気がする。お姉ちゃんはなんかまあ普通に子供相手にしてるから、いつも優しいと思う。髪が硬くなるって石鹸で洗ったのギシギシになる。違うの、石鹸じゃないよ。ちょっと高めのシャンプーとかやって洗ったら、私の髪質に合わなかった。めっちゃ硬くなっちゃった、髪が。硬くなるっていうか、なんて言うんだろう。なんか、触り心地がなんか硬いな、みたいな感じになったんだよ。左手何も持ってないよ。お疲れ様です。ありがとう。山ちゃん、休みありがとう。休み誰もありがとう。うますぎる。うますぎる言わない。休み誰もありがとう。嬉しい。休めたくさんありがとう、だるま。あと1時間でイベントが終わっちゃう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。パニーク、パニークですけど。ほんとだ。もうあと1時間というか59分か。やばいね。ちょっと、やばいです、やばいです。焦ってきました。私はギリギリ、ギリギリ。休めだるまありがとう。私さ、あれやりたい。あのさ、いつかライブやるとしたらさ、ギリギリ、デル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 、テル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 、なんか 2.5 個さんがやってたやつ、あれやってみた。私もやすべだるまありがとう。バラありがとう。やすべありがとう。バラ嬉しい。キャロットアメありがとう。やすべバラありがとう。おはようお嬢様でエピソードなんだよ。私エピソードお嬢様だよ、本当に。だってディズニーめっちゃ行ってたもん。やすべありがとう。バラ、キャロットハートありがとう。ロビアビさん、クマありがとう、嬉しい。
でもさ、思った背景にさ、こんなのあったらお嬢様じゃないよね、普通に。ここら辺ちょっとなんかモザイクかけたいわ。キャロットありがとう、ヤスベバラありがとう、キャロットありがとう、ヤスベありがとう、信者さんありがとう。姉妹で話す、ちょっと目が白くなってきた。姉妹で話すとき、かなちゃん自分のことなんて言う？うち、かなうは、自分とか。でもなんかうち結構いろんな呼び方ある、自分のこと。自分か、うちか、かなう、姉妹で話すとき。で、お姉ちゃんとか名前はお姉ちゃんって言わない。そのまま名前言う。あーちゃんと。って呼ぶ、普通に名前で。ヤスベバラありがとう、嬉しい、バラたくさんありがとう、ヤスベ嬉しいよ。涙の表面張力やりたい、そうそう、それやりたいの私いつか。ヤスベバラありがとう、嬉しい。そう、ダンスすごいからかっこいいなって思う。ヤスベありがとう、バラ嬉しい、たくさんありがとう。みんなさん、キリギリス人は僕たちの声の予感公演でニャポッポがやってたんだよ。え、それさ、あれでしょ、滝野さんの卒コンでやってたやつでしょ。なんか覚えてる気がする。ヤスベバラありがとう、嬉しい。我はもう呼んでない、我は。雨の日におじさんに傘についた水滴をバサバサってかなちゃんの方にやった。かなちゃんお嬢様だと思った。傘についた水滴をバサバサってかなちゃんの方にやった。どこがお嬢様だ、それの話の。うちは言っちゃそう、うち、でもうちはなんかやめた方がいいって言われてから気をつけてる。休みありがとう、バラ。たまたこさんありがとう、やすべばらありがとう、たまたこさんありがとう、なんか先越してありがとう、いいよん今日は。やすべありがとう、よしゅみさんありがとう、やすべありがとう、やまちゃんありがとう、みんなたくさんありがとう、天式さん誰もありがとう。これから自分のこと姫って呼んでみて。誰？もう引いたんじゃん、その引いたんだよ。自分のこと姫って言わないでしょ。名前がさ、姫かとかさ、姫なとか、姫らとかさ、姫すとかさ、ちょっとない、そんな名前ないけどさ、姫とかだったらわかるけどさ、なんでかななのにさ、自分のこと姫って呼ぶの。山ちゃん、天式さんありがとう、山ちゃん、ハタありがとう。声ラジ聞いて、お金買わなくて見に来て。そう、声ラジめっちゃ緊張したんですよ、本当に。なんかロボットみたいって言われたぐらいめっちゃ緊張した、本当に。もう本当に緊張した、ゾックンゾックンでした。おいどんって言わないわ。お腹減ったから何か食べようかなって感じ。それな、こんばんは、山ちゃん、ハタありがとう、やすべばらありがとう。そう、配信が終わったら何かを食べる。私も天式さん誰もありがとう、嬉しい。つのさんバラありがとう、ゆいちにゃん、せまりょありがとう、つのさんバラありがとう。そう、ひめら絶対いない、その名前。そう、配信でうちって言っちゃうの。でも私うちっていう言い方あんま好きくなくて、まあ、でも普通にお嬢様とかだったら私って呼ぶよね。じゃあ私って呼ぼうかな。でもかなうはずっとかなうって呼んでたね、自分のこと。なんかでもこれは結構ある、あ、なんか LINE とかだとかなうはうち使わない、あんまり。 LINE、 やばめっちゃお腹鳴った。 LINE だといつもかなうはか自分どっちかなんだよね、いつも。かなうちゃんよく配信する、うちって言って、こんばんは。ラジオが一番緊張、え、なんかわかんない、最近喋るの緊張するんだよ。ショールーム以外で話すの緊張する。ライボさんありがとう、ヤスベバラありがとう、マピドピさんかわいいありがとう、嬉しい。カラスダイコさんありがとう、ヤスベバラありがとう、カラスダイコさんありがとう。つのさんレインボースターありがとう、つのさんレインボースターたくさんありがとう、嬉しいよ。とてもとても嬉しいでございますよ。やすべわらありがとう。あたいっていうのはどう？え、素敵だと思うよ。わらは言わない。わいも言わないな。AB 型ってさ、なんか AB 型の女の子ってさ、俺っていうね、僕とかさ、俺とか、高確率。え、マジで本当に。AB 型の女の子は結構高確率で、俺とか、おいらとか、僕とか、そういう感じで有効多いかも、結構。うちこれ、自分の AB 型まとめ。私はって言いそう、確かに。ヤスベバラありがとう、嬉しい。あと11日で200日、そんななの。カルセイコさんありがとう、ヤスベバラありがとう、嬉しい。みんなありがとうございます。ミューポン、ミューポンもさ、結構さ、たまにさ、なんかオイラとか言わないかも。結構さ、なんか言うよね、ミューポン。僕とか、いや、言わないわ。ごめん、ミューポン、勝手に決めつけちゃった。でもオイラ、でもふざけてオイラとか言う、ミューポン。そう、AB 型って、 AB 型の女の子結構高確率。このまとめ、ヤスベバラありがとう、
嬉しいよ。40歳ですよ、自分のこと僕って言います。え、いいと思う。オイラいでかな。え、これからオイラって言おうかな。なんかもう頭おかしいキャラでいこうかな。逆にオイラとかさ、もうなんか何言ってんのみたいな、まあ、いつも頭おかしいんですけど。はい、安部バラありがとう。ひろしさんレモンスターありがとう。たくさんありがとう。みんな AB 型だけど僕って言います。 AB 型だけど僕って言うのいいじゃん。 AB 型かなも AB 型。なんか血液型を決めれるとしたらうち AB 型がいいよ結構。なんか AB 型ってさ、なんか結構さ自分の好きなような感じで生きてるかな結構。なんか周りの目とか気にしなさそうでさ、結構いいなって思いつも AB 型。そういうなんかなんて言うんだろう、そういうめっちゃなんかそういう叶う性格になりたい。だからなれるとしたら AB 型になりたい。 A 型はなりたくない。だって綺麗好きちょっとめんどくさそう。自分が綺麗好きになったらオイドンはデゴアスでつける謎のキャラ設定確かに確かに逆にね。え、そうミュポンオイラとかそういうのを言う気がする。たまにビートかな。 TK さんアゲありがとう。嬉しい。アゲありがとう。アゲモミジありがとう。ヤスベバラありがとう。足立さんタコありがとう。嬉しい。オイラ誰やねん自己中。どういうこと。オイドンって言ってる人いないかな。やば、なんか愛してるが嬉しい。たくさんでかな。愛されてるかも。むしろ引きってかなたんとか。あ、ちょっとちょっとそれはオイドンはいいでかな。 AB 型っぽく見える。え、そう、うち AB 型なりたい。でもなれるなら AB 型になりたいかも。憧れの血液型 AB 型でも O 型です。私も AB 型。AB 型マジでなんか羨ましい。私 AB 型になってみたいんだよね結構。そう AB 型っぽく見える。 AB 型っぽく見えるって言われて嬉しい。 AB 型になりたいから。山ちゃん結婚してありがとう。いいよ嬉しい。5秒だってばよって言われめっちゃ変なやつじゃん。 Y って言うことある。ないってばよこういうことでしょ。山ちゃんハートありがとう。 TK さん愛してるありがとう。かなも愛してる嬉しい。山ちゃんハートありがとう。安部バラありがとう。山ちゃんハートありがとう。だってばよ。キットさんこんばんは。だってばよ。安部バラありがとう。だってばよ。あげおいじ食べたい。いやわかるそれ。なってばよ。山ちゃんハートありがとう。日本は血液でも Y 型が成立する。確かに。でも結構本当になんか、まあ、血液型でそういうの決めるのはなんか良くないって怒られたことあったけど、なんか人間に。でも血液型って結構さ性格わかるよね。わかんないけど別に悪いこと言ってるわけじゃないよ普通に。なんかうちとかさめっちゃ O 型じゃない。 A 型って綺麗好きじゃないの。私のパパ A 型でさ、なんか変なところになんか結構綺麗好きがなってるイメージ自分のところって感じ。でも自分も A 型の血混ざってるからね。ちなみに山ちゃんハートありがとう。嬉しい。山ちゃんハートありがとう。ダースさんありがとう。やった面白いなって言われた。だってばよ。山ちゃんハートありがとう。 TK さん愛してるありがとう。嬉しい。かなも愛してる。山ちゃんハートありがとう。 TK さん結婚していいよん。今日はいいよにしてる。 TK さんありがとう。結婚してたくさん嬉しい。ありがとう TK さん。嬉しいたけ嬉しいたけけむし。かなうワクワクすぞなんかみゆぽんが言ってそう。みゆワクワクすぞ。言わないかもAB 型嫌です。 O 型になりたいです。いいよ。いや AB 型の方がいいよマジで。安部バラありがとう。 AB 型なんか本当にいいと思う。ひなだるまありがとう。今日はかなちゃんの新しいキャラを探す。そう声ラジ聞いてくれてありがとう。 O 型、 O 型仲間。典型的な O です私本当に。ド O って感じ。ド O 型です。 O 型の仕事だったら私を呼んでください。 O 型なので私。 O 型は蚊に刺されやすい。え本当に、え待って今年したうち蚊に刺されなかったけど。結構蚊がいる。大丈夫か。生きてるかな。まあ草むらに行かなかったからかな。 O 型っぽいでしょめっちゃ。そう山ちゃんどれもありがとう。今 MBT はゆるでやるでやるでやるで。でも MBT は結構合ってるよね。 E と I 結構違い分かるよね。あ昨日の夜さ MBTI 診断しようとしたのに忘れてたわ。ヤスベありがとう。山ちゃんありがとう。 A 型キレ好きのイメージ。 AB は二重人格。え AB おもろいじゃん。うち AB 好きでおもろくて AB の子たち見てるのが好き。なんか AB かまちょしたくなる。ゆいたんとかみゆぽんも AB じゃん。なんかかまちょしたくなっちゃう AB を見てると。山ちゃんバラありがとう。ヤスベバラありがとう。山ちゃんだるまありがとう。確かに部分的にみんな頭と言ってるからたまる。マジでそれはたまに思う自分も。山ちゃん誰もありがとう。やだけ綺麗好きなの。 SGB の親友2人おる。で血液型のさなんか
あれはあるよね、結構なんか合う合わないとかあるけど、私王って基本的に誰でもいけるから会える気がする誰と。でもうちさ唯一ねこの血液型の友達少なかったっていうのが B 少なかった記憶、 A はなんかめっちゃいた周りに、なんか知らないけど O も、まあ、いるじゃん、 AB もいな、 AB はそもそもこの人口にあんま少ないじゃん。でも私は AB に一方的にめっちゃかまちしに行くタイプだから AB の友達もいっぱいいたけど、B が少なかった。でも B って相性いいらしいの。でもなんか B 周りに B が少なかったのかな、わかんないけど。やすべありがとう、山ちゃんだるまありがとう。一番部屋一番汚いの私、 O だけど綺麗だよ。やすべありがとう、山ちゃんバラありがとう、だるまありがとう。 AO だとちょっと大雑把、私だ。孫悟空じゃない、いでかなうですよ。山ちゃんだるまありがとう、ナッカーさんレインボースターありがとう、山ちゃんだるまありがとう、やすべバラありがとう、山ちゃんだるまありがとう、 TK さん結婚していいよ、山ちゃんだるまありがとう。 B 型のイメージどうなんだろう、 B 型のイメージわかんない、汚い好きとかわかんないわかんない、いや汚い好きなんていないかこの世に。B のイメージはないな、あるな、 B のイメージなんか人の話聞かなそうなイメージある、 B ってなんだろう。でも B のいいイメージはでもなんか興味あることにめっちゃなんか何って来るイメージわかんないけど、だから話しやすい、わかんない、な何 B って何 B 誰が B 誰が B か教えてくれたら言えそう。山ちゃんだるまありがとう、山ちゃんだるまありがとう、今年はこれからですよ。あそうなの、 AB のお嬢様とゆいたん5位まで頑張ろう、山ちゃんだるまありがとう、キャロット聞かせてありがとう。最近蚊が出てきたの、いや私部屋の中に蚊が出たことまだ1回ぐらいしかない、すごいでしょ。蚊生きてるかってうまいじゃん、天才なので。診断今してみよう、借り物多いよね AB だからおもろい。みきやくんバラ、あ違う間違えた、タコありがとう、山ちゃんだるまありがとう。私もさなんかさ最近さなんか頭おかしい、自分が頭おかしいことに気づいてから自分は AB 型だと言い聞かせるようになってきた。でも AB 型がいいからそうやって言ってるだけなんですけど。山ちゃんだるまありがとう、 AB のメンバー多い気がする、多いの、うちの会社 B だらけ。公園なんか夜なんかそもそもさ外に出歩かなくなったからかな。メール変わった、ありがとう、山ちゃんだるまありがとう、リオシーさんだるまありがとう。血液型一番少ないね、山ちゃんだるまありがとう、リオシーさんだるまありがとう、リンタロウさんバラありがとう、リオシーさん山ちゃんリンタロウさんありがとう。わ山ちゃんたくさんだるまありがとう、ハート投げてくれてありがとう、嬉しいよ。山ちゃんマピノピさんありがとう、マコさんありがとう。 B 型は2割、少ないあんまいないんだね、あんま製造なんかあんま出産なんていうの、あんまななあれされてないよ、なんていうの、 あんま出産されてない、出生はあんま生まれてないんだね、 2割って少ないんだね。マッピノピさん山ちゃんありがとう、マコさんありがとう。 B 型優しいイメージ、 B 型誰がいる、私優しいの O 型だと思う、マジ O 型って優しいと思う、めっちゃ、マジ O 型って優しくない、私 O 型、自分のなんかめっちゃ仲いい子いるの、その子たちみんな O 型なんだけどみんな優しいもん、だからかなうと仲いいと思う、かなうか気候がままだから仲いいなと思うけど、 A 型 O 型が一番優しいイメージ、かなう除くかっこかなう除くなんですけど、マイペースとか頑固 B 型、でも B 型のマイペースはもうめっちゃわかる、 B 型はめっちゃマイペースだと思う。 O 型マジ大雑把だよ。アフリカのおじさん誰もありがとう、リア中 B 型だ、確かにリア中はマイペースだわ、結構 B 型東北地方に置いて出た、そんなことがあるんだ、リア中 B なんだ。部屋に蚊がいないってことは窓開けない、開けない窓、だって蚊が入るし虫入るからおひぶりも来そうだから嫌だ。山ちゃん誰もありがとう、このようにまともな人なんていないよ、定義のよく、確かに。マングースさん山ちゃん誰もありがとう、マングースさんありがとう、なるみさんバラありがとう、山ちゃんマングースさんありがとう。そう製造なんて言ったらいい、なんか日本がむずいよね、だから今日の声ラジも普通にさ、ひーちゃんもうちも語彙力ないメンバーじゃん、だからマジでさ普通に語彙力なすぎてさ自分たちの語彙力にびっくりした、終わった後この二人ってさ語彙力がないメンバーだよねって話になった、やばいよねうちらみたいな。山ちゃんまこさんありがとう、マングースさん山ちゃんありがとう、マングースさんありがとう。5人に1人、多いんだね。マングースさんありがとう、かなちゃん優しく嬉しい、コメント全部読んでくれるだけで優しい、そう私コメント読むの趣味、コメント読んで一生配信してたいぐらい趣味だから、じゃあそろそろカラオケしようかな、山ちゃんどれもありがとう。 B 型は自己中心でしょめっちゃ悪口やんいきなり。
大型は、でも大型も結構私を見てるとなんか結構自己中心的だよね私って。だからまあ性格なんだろうね。 B 型が多いってことよね。つまり O 型でもめっちゃ優しいよ。だから私は多分 O 型じゃないんだ、もしかして B 型 B ABB 型とか ABAB 寄りの B 型とか、まあ、勝手につけてみた。山ちゃんだるまありがとう。ゆうなマイペースだと思う。とても結構ゆうなもマイペース、りあちゃんもマイペース。でもさっき2人だけか B 型わかんないけど、そうさやさん B 型よ。かな O 型だから優しいのか。そうです、ニヤニヤ。山ちゃんだるまありがとう。あいおんさんペンライトありがとう。山ちゃんバラありがとう。だるまありがとう。吉島 A が多い。静岡多いと思う。だってみんな優しいもん、静岡の人マジで優しいし、なんか落ち着いてるし、なんかでもなんか大型って多分優しいんじゃなくて何にも興味がないんだと思う。なんか何でもいいよとか、なんか何がいいとか言っても何でもいいよとか、この相手がなんか全て 何かを物事を進めてもいいよいいよみたいな感じなタイプだから、多分なんか自分の意思があんまりないだけなんだと思う。わかんないけど私はそうな気がする。自分がね、自分がそうな気がする。私本当に食べたいものとかあんまないし、だから 何決められてもいいし、だからそれが大型なんだと思う。まあなんか大型結構いいように言われがちだけど、普通に多分興味ないだけなのかなと思う。じゃあホーリーさんハートありがとう。山ちゃん誰もありがとう。まこさんハートありがとう。まあ私がそうってこと。いちご B ね。さやさん B、 僕らより早そう。自分も B だけどマイペースなとこある。マイペースね、わかる。めっちゃ喋りそうな面だ。神奈川かなめちゃべる。こんばんは。山ちゃんだるまありがとう。でも私本当になんかマジで頭おかしいって思うのが、自分の3期生とかでいるときはめっちゃ喋れるんだけど、なんかそのお仕事とか先輩とかと交じったときマジうち一言も喋らないよ。カラオケ楽しみ、やった。山ちゃんだるまありがとう。次から一人の出演やから本当にコメント力が出せる。もうちょっと辞書持ち歩こう。これから山ちゃんだるまありがとう。嬉しい。ヒーター大型だけど自己中心的。いやなんか普通に優しいと思う。親は何型？親 OA。 大型だけど旅行するときめっちゃ細かく予定立てる。でも自分もなんかめっちゃ予定立てるの好きだからめっちゃ細かく予定立てるけど、なんかいきなりなんか興味ないわけじゃないの。旅行には行きたいけどなんか別に調べなくてもよくねってなっちゃって、なんか調べなくなる。いきなりなんかプツインって切れますね、集中力が。集中力がないってことです、つまり自分は。バビナビさん誰もありがとう。バビナビさん誰もありがとう。笑顔がかわいい、嬉しい。静岡で王もう共通点多いよね、うちら。まっこさん、みきやくんありがとう。そう浮気したら許す、どうでもいい。そうそう、実はいいよ、どうでもいい、どうでもいいよって意味のいいよなのか。多分そう、大型はマジでそうだから本当にどうでもいいよって思ってるんだと思う。大型だけど何でもいいよって言いがちだよね。わかる。でも なんかさ、これ大型あるある。でもなんか何でもいいよとか言っといて、なんか本当はなんか、あでも例えばだよ、ラーメンとハンバーグ食べたいって言われて、まあ自分的にはちょっとハンバーグ食べたいなって思ってるけど、なんか、まあ、なんか何でもいいよって言っちゃう。言えない自分だけ。そうなんだ、すごっ。静岡は優しい人だけど、駿河何かどうそうでもないって聞いたことあります。マジ富士優しい、みんな富士優しいよ。富士行くとマジでなんか本当に世界の優しさを知りますので、皆さんなんか優しい人間に触れ合いたいとなったら静岡県富士市に来てください。3期生で多い血液型、誰が多いんだろう。 AB2 人、 B が2人、 O が引いたうち、2222とかじゃない？24が8。あ誰が、待って分かんない、誰がいるっけ。ひーちゃんも A とかだよね。A なんじゃない？3期生で一番多いの A っぽそう。大型そうなの。ズズシさんあとありがとう。まこさんだるまありがとう。ズズシさん、まこさん、ライモさん、せいくん、ビスケさんありがとう。ビスケさんハートたくさんありがとう。嬉しい。ビスケさんありがとう。ハート
嬉しい、たくさん親戚び全員ビノン、すごライムサートありがとう。第2の入れ方直っていいよ、第2かなとかにしてめちゃくちゃ分かる。タンタンあとありがとう。そう分かるよね、太る体質とかお酒強い体質とか研究されて、調べよう、そういうの興味ある。そう富士市は優しいです。ライモさん、ミキヤくん、モガガールさん、かわいい、ありがとう。じゃあコメントが一番まで行ったからカラオケしようかなと思ったけど、何歌えばいいか分からない。そう富士市優しい人多い気がする、分かんないけど自分調べ、自分の気持ち、自分の気持ちっていうか自分の感情調べ。血液型でね全て決めるのはね、あのそれは怒られちゃう。血液型が全てじゃないよって言われるから、そうそうなんですけど、血液型が全てじゃないかと言われたらそうなんですけどね、はいって感じですよ。涙の表面張力、あ私ちょっと歌えない。大型ノロウイルスとかに気をつけなきゃいけないから。え今日牡蠣食べたの、え牡蠣食べたの今日、そういえば、え今日さ恋ラジ見てくれた方分かると思うんだけど、牡蠣食べたの私、え大丈夫体調。プリンだるまありがとう、山ちゃんだるまありがとう。涙の正面取る歌えませんよ私まだ。金具待つはちょっとよくわからない。えマジでさ富士市の人優しい、そうそう、うち、えマジでわかる、富士市の人マジみんな優しいよ、本当に本当にガチで優しい、本当になんか優しいっていうか本当に心がね、あの優しい方が多いです、本当になんか心が癒されます本当に。なので皆さん富士市の、ね、人たちはもう繊細で弱いので皆さんいじめないでください、富士市の人たち優しくしてください、富士市たち、富士市の、え大丈夫だよ、体調大丈夫。でも牡蠣食べたからなんか大丈夫なのかなと思った、でも生じゃなければ大丈夫か。山ちゃんだるまありがとう、最高回を歌えるよ。牡蠣一度しか食べたことないでそう牡蠣一度しか食べたことないんです私まだ。小平じって聞ける気がする日どこでも。牡蠣好きなんだね、やばい、一回しか食べてない、まあ好きです。100秒後に牡蠣に当たるね、もうやばい最悪、体調大丈夫だよ多分。誠さんおはよう、カナカラ系合わせてギター弾く、嬉しい、やった、楽しい、まあ生、まあ、リチャさんレイモスありがとう。生ガキ危ない、道とか教えてくれるよ本当に、あの道端にいるおばあちゃんとかに話しかけて普通になんか一緒に帰ってくれる家まで無謀な夢は叶えなかった、最悪、そんなこと言わないでよ。こんばんは、どっかにかなちゃんの名前入れてみる、嬉しい。東京さんレモスさんありがとう、わたあめさんありがとう、最高かよ、確かに最高かよ、起きるかな、ね、あと40分、さあの発症しなきゃいいけどえ大丈夫なのかな普通に、まあ大丈夫か別に、そんなすぐに発症しないよね、まあでも大丈夫、生ガキじゃないよ、焼いてあるよ多分しっかり。O 型と B 型が多いんだ、まこさんだるまありがとう、わたあめさんハートありがとう。じゃあこの曲にしよう、でも久しぶりだから覚えてなかったらごめんね、マコさんだるまありがとう。I wanna do, I wanna keep. 君よし行くぞ。フェイガー、ファイヤー、フェイバー、フェイバー。夢の中まで現れる、ときめきは消えることがない、意識したのはいつからだろう、君が好きだよ、oh yeah。まぶしい日差しは何を知ってる、知らないふりしてもいいな、意地悪しないで。 I wanna do, I wanna keep. 君と出会ってすべて、 Where I will go, I wanna do,
的な思いを叫んでよ。それではハッピー君で最高だよ。オーイエーイエー。待って、かっこなんかけど。何をしていてもこの胸が切なくて苦しくなるんだ。頭の隅にずっと消えない君の微笑み。オーイエーイ。大おーおー超絶ドリーム。この世はバラ色ポジティブに妄想勝ち組。I wanna do, I wanna love. ロマンス万歳恋人カムカム。 I wanna do, I wanna love. なんて素晴らしい楽しい楽しい気分はマックス。この気持ちよく万歳ちゃんと続くようにかよう。でもメモリー君って最高かよ。よし行くぞ。最高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 かよ。トラヒシゾセイアマシドカフェトビ状況セペラペカラキナララツスケ妙本ツスケ。好きになるっていいもんだ。はい、できることなら伝えたい。手と目あったら言えないから。オーイエー。はいはいはい、ここの場所から大声で、はい、僕の情熱届けよう。オーイエー、オーイエー。せーの、ワンツースリー。 I wanna do, I wanna kiss. 君と出会って全て夢や夢るかも。 I wanna do, I wanna kiss. なんてな。ついてる運気は上昇。素敵な思い振られて上等。それでもハッピー君って最高かよ。 Oh yeah yeah. I wanna do, I wanna kiss. 君って最高かよ。恋って最高かよ。こんなに熱けりゃ青春ホーム一人じゃないんだ。応援サンキューみんなー。最高かよ。ちょっと待って、自分が歌ったところがさ、8月25で自分が歌ったところがさ、カッコって知らなかったんだけど、自分が歌ってたところさ、普通にさ、ちゃんとしたメロ、なんか追いかけとかじゃないかと思ってた。普通に追っかけなんだね。今知った。そう、自分の歌割り追っかけだった。ポジション前なのに追っかけなんだね。じゃあ結構体力は大丈夫だった。山ちゃんありがとう、嬉しい。ミラーボールありがとう。ひろふみさんありがとう。山ちゃんありがとう。ひろふみさん、山ちゃんありがとう。タンタンありがとう。みんなありがとう。山ちゃんありがとう。ナナありがとう。ミラーボール山ちゃんありがとう。ダースーさんありがとう。タンタンミラーボールありがとう。ピスケさん、レモンさんありがとう。山ちゃんありがとう。タンタンありがとう。山ちゃんありがとうね。ちょっと追っかけが難しいよね。スラガーニャさん、タワーありがとう。嬉しい、タワーありがとう。嬉しみタワーです。アヨンさんありがとう。マコさんありがとう。そう、かっこ追いかけね、知らなかった。なんか歌って踊ってると必死でさ、おかけなんだっていう気持ちがなかった。ヤフベリさんありがとう。奥行さんありがとう。ありがとうです。12秒ちょっと歌えない。なんかこういうやつでしょう。ライボさん、まるまるさんありがとう。じゃあ何歌おう。20時になったら配信切れないです。じゃあ20時5分前でぐらいまでやろうかな。あやぼさん、まるまるさん、ありがとう。嬉しいだけだよ。そう。じゃあ次。でも、終わっちゃうね、30分ぐらいで。みんなが歌ってた曲歌う。
真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる、君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う、目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見る生き物が存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい。された孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだアルフェスやらなかったのかな、そうなんだ、いろんなフェスでやってるイメージ、今日もやったのかな、生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる、君が好きだ。ありがとう。タンタン、山ちゃん、ミラーボール、ありがとう。タンタン、ミラーボール、ありがとう。山ちゃん、ありがとう。山ちゃん、ありがとう。
やばい、ちょっと目が乾燥してきた。ちょっと歌詞読んでたら目が乾燥してくる。でもなんか最近分かったんです、なんで自分は目が乾燥するのかって。あの、私コンタクト洗ってないことに気づいた。コンタクトって1ヶ月のやつって洗わなきゃいけないルールじゃん、多分洗ってなかったんだよね。なんか洗ってないで、わざとじゃないけどさ、洗ってなかったんだよね。なんか忘れてた。ちょっとめんどくさがりが出てしまってさ、洗ってなかった。だからさ、多分さ、目が乾燥してさ、白くなるのかなと思ってさ、なんか1ヶ月のコンタクトってなんか洗浄液で洗い流してからなんか入れなきゃいけなくて、なんかそれを忘れちゃってた。最近やるのね、なんか知らん、なんか忘れてたっていうか、なんか知らなかった。だからさ、洗おうって思ってさ、今日の朝洗ってみた。え、そうだからさ、ね、やばいよね。だからさ、なんかさ、視界が白くなってるなと思った。びっくりした。うちなんでだろうって思ってたんだよ、1ヶ月も使ってないのに。まあそういうところがね、向いてないんですよ多分。そう、典型的なワンデしか使っちゃいけない人。そう、ママに言われた理由が分かった。なんでかな、ワンデしか使っちゃダメだよって言われたのか分かりました。これでオノピーありがとう、結婚していいよ、結婚しよう、嬉しい。めんどかったらワンデ一択、もうそうするね、気をつけようと思った。そう、視界が白くなったの多分それのせいですね。ノッピーさん、タコありがとう。じゃあ誰か歌ってほしい曲一曲言って、そしたらそれ歌うわ。もう一番最初に来たやつ歌う。知ってれば、歌えれば、得意じゃなき、あ、得意では、得意じゃない。あの、苦手じゃなければ。あ、無謀は、ちょっと、あの、ちょっと難しい。なんでかって、ちょっと無謀は、ちょっと、あの、なんか、難しい。必然性ね、いいね、必然性にしよう。あれ、必然性入ってるの？あ、必然性は入ってないですね。じゃあ次、内紙に入って、無謀キャンセル界隈なんですよ、自分。自分のズルズルのところがなんかちょっとなんか音痴になるので、あれめっちゃむずいよね。春夏秋冬？じゃあ春夏秋冬にするか。あったら、ん？刺し、さし、ん？春夏秋冬、あ、じゃあ春夏秋冬じゃないじゃん。え、春夏秋冬だよね。え、え、待って待って。え、ない、ないですね。春夏秋冬入ってないんじゃない？とっとかめたらやばい。ライモさん、レモさんありがとう。ね、あ、入ってないよね。なんでだろう、ゆたいだと入ってるのに。じゃあ、キュルリンってしてみたい。君のキュルリンしてみてって、てれてれてって、てれてっ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 て。なかったです。総理さん、あとありがとう。おもこい？かなえは何を後悔しません？僕海？じゃあこれにしよう。一杯の水も入ってません、ちなみに。あ、またセリフが分かんない。ゆだり脱した経験ありますか？ゆだり脱、まるで自分の魂が体から抜けて出ていくような、そんな感じ。うん、そんな眺めている感じ。あれって練習しないで綺麗なのしました？昨日見た夢、その面白さをどんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、もどかしさって妙にイライラしてくるよね。ああ、必死の私が抜け出して、客観的に私を見てる、情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、悲しばりとは全然違うよ。寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰？
幽体離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、時空のような軸が重なってしまったのか、それを見てる3人目の私。マッツンさんありがとう、ミラーボールタワー嬉しい。恋もどこかが似ている気がする、こんなに一生懸命なのに、気持ちと何かが合ってない、口の動きがシンクロしないアニメ、それじゃ魂抜け出して何ができるかって言うと、実は声出せないルール、その代わりふわふわと注入噛んだりして、頭の上から見下ろしていられる、幻覚だって人は言うけれど、私は確かに経験してるし、実際自分の目で見るとそういうことだってあるんだな。狭すぎた今までの知識、球体離脱はクレイ次第、好きな時いつでも抜け出せるよ、過去と現在と未来が水間があった瞬間、ここにもいない私がいる。嫌なことってのはなくならないし、そう振り回されるだけだから、その場から気づかれないように意識だけ抜け出そう。縛りとは全然違うよ、寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに私何も気づいてない、じゃあここにいる私は誰。幽体離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、地球のような軸が重なってしまったのか、それを見てる3人目の私。最後の音すごい砂嵐みたいな。ありがとうタンタン、レインボースターありがとう、レインボースタータワーありがとう、タンタン嬉しいよ、ありがとうタンタン、タムタムさんありがとう、レインボースター山ちゃんありがとう、広島コーパセリさんありがとう、ミラボールタワーありがとう、広島コーパセリさん、山ちゃんありがとう、山ちゃん呼びりさんありがとう、みんな振り返ってポーズするとふらついてる。そう、うち多分ね、あれあれがない、バランス良くないか分かんないけど、いつもふらついちゃう。え、ヤフベリさんありがとう、タワー嬉しい、氷タワーありがとう、ヤフベリさん嬉しい、クロちゃんのハートを見る前としてコンコルの人気ありがとう、のピーレインボスター、ヤフベリさんタワーありがとう、嬉しいよ、タワーありがとう、嬉しいだけですよ、とても。じゃあ次は何歌ってほしいですか。幽体離脱タワーというの。NRR さん、ありが、0022さん、レインボスターありがとう。もう15分しかないんだね。ありがたわ、ありがとう。何があるかな。ね。誰？あ、でもうちこの曲歌おう。この曲好き。足の動きしっかりできてた？一番サビの終わりに前に出て戻っところの、どういうこと？ドゥ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 ってんのかな？嬉しい。この歌、歌う。好きだから。でも初めて歌うかも。歌えなかったら申し訳ない。もう歌える気がする。この前ミューポンのカラオケ行った時に2人で歌ったんです。そう、ミューポンのカラオケ行ったんです、この前。公園のベンチの指定席、みんなに見
の入れの木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえば、新たなカップルが愛を語るのだろう。できれば何があったって正直になってほしい。どんな格好悪くてもいいじゃないか。離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの二連の木の下で君を見送ろう。え、かなもこの曲めっちゃ好き、いいなって思う。そよ風にざわざわと揺れる音が好きなのと、こぼれ身を見上げて耳を澄ませてた。あの時黙り込んだのは僕がどう答えるのか。少し期待をして待ってたのかな。季節が変わってもあのベンチにずっと座っていたいよ。僕たちの物語は譲りたくない。それでも性格のスタートを無駄にするなよ。今の僕にできる愛とは引き止めないこと。あたりに当然降り注ぐ頃までなかなか立ち上がれない。指定席離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの二連の木の下で君を見送ろう。かなおこの曲めっちゃ好き。でもこの前初めてちょっとイントロぐらいで参加してるね。ヤマちゃんありがとう。ダンスさん、トヨッチャさん、ヤマちゃん、ヤフペリさん、ありがとう、みんなありがとう。え、わかる？なんかめっちゃいい曲だなって思う。え、あと10分しかない。何歌えばいい？誰か歌ってくだ、言ってください。なんか歌ってほしい曲。ありがとう。ね、ダンスさ、すごいよね。ニャヤの MV 私見てるよ。え、ちょ、黒髪師匠わかんない。ちょっとわかんない。寂しくわかんない。君好き？え、セリの曲だけじゃなくてもいいよ、別に。吉川さん、ベレーゼ、ありがとう。Oh, oh, oh.
が最後だ。次で最後の曲だけど何がいい？ヘタレかな。さっきヘタレが多かった。これが最後。ちょっと言えるかわかんないけど、セリフが。さあ、ヘタレたちよ、頑張れ。期待されてないって、すごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないって、みんな思ってるからさ、確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい？頑張れって言葉。これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。不気味になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題や。人は誰だってだらしない物だけど変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。ああ、ヘタレたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ、一度くらい、何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年か無理に全力で、最高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 気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。石なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。力の入れ具合、誰もそれぞれだろう。手をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。ただのが違えばスピードも違う。競わないよ、ただゴールを目指そう。ああ落ちこぼれよ、昔の前来ててもいいけど、そう、もうどうは。昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ気上げない。それでも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 足を上げて、せーの、頑張れ頑張れ。え、あと何、あと2分しかない。びっくり。ありがとう、みんな。こんな1週間も一緒に朝とかお昼とか夜とかたくさんやってください。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあ、やるかやらないか。ああ、ヘタレたちよ、ここらで一丁走ってみないか。なんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。僕はずっとヘタレだって言われてきた。
自分はエータルだって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。エータルだってやるときはやるよ。え、待って、ちょっと早く終わっちゃった。え、ありがとう、みんな。たくさんありがとう。嬉しい。え、ちょっと早く終わっちゃった。こんな早く終わると思わなかった。あと、もう、あと5秒しかない。ありがとう、みんな。楽しかったです。この、期間ぴったりすぎて。それな。ありがとう。楽しかったよ、みんな。また、いつか、もう、もう参加しないけど、ありがとう。楽しかった。よかったです。最後、楽しめてよかったです。ありがとう、みんな。ちょっと待って、コメント読めてなかった途中から。頭痛くなってきた。タンタンありがとう。タンタンレインボースターありがとう。混ぜてタワーだよね。ありがとう、レインボースタータワー嬉しいよ。ありがとう、広島コンパシーさん、タワーありがとう、嬉しい。正則さん、ミョッピーさん、安部、タンタン、マコさん、ひろゆみさん、マコさん、タンタン、ピロピロさん、タンタン、NRR のさくらさん、ありがとう。あー、間違った。違う人の名前言っちゃった。間違えた。NRR の先生、兄さん、ありがとう。タンタン、ありがとう。マスノリさん、ありがとう。広島コバセイさん、ファイト、ありがとう。タンタン、ダンスさん、ありがとう。ヒロミさん、ありがとう。ヤマちゃん、デリータさん、NRR さん、さくらさん。ヤマちゃん、ありがとう。デリータさん、ありがとう。エトルさん、ありがとう。どこに出た。マコちゃん、ありがとう。ミョンピーさん、マコちゃん、ありがとう。NRR0022 さん、ありがとう。ムミンさん、マコさん、マサノリさん、ヤマちゃん、マコさん、リオシーさん、ありがとう。してた。ちょっと早く終わるって知らなかった。ありがとう。楽しかった。ありがとう。朝から夜まで配信させてくれて。それがニュースさん、マサノリさん、ありがとう。大丈夫。嬉しかったよ。プリンが来てくれて。これで止めて、ちょっと最後下までめっちゃ遡れなかった。ありがとう。いや全然大丈夫。まこさん、だるま、ありがとう。そう、よかったです、最後まで。ちょっと待って。そう、最後までできたのがよかったです。ありがとうございました。では終わります、配信。あ、5分までやるって言ったっけ。そっか、まだできるのか。何分までか。ありがとう、みんな。楽しかったです、この期間。朝から見えてよかった。そう、朝から自分も配信できてよかった。楽しかったです。お疲れ様、こちらこそありがとう。お疲れ、こちらこそありがとう。それちょっと違うけど。ありがとう、楽しかった、めっちゃ。もう3時間制限ないの？でもちょっとこの後もう用事があるなので、ちょっと短めにします。10分ぐらいまでにしようね。時間制限ない。明日も朝日しないですもん。そう、明日からは配信少なめでいきます。配信少なめにデカナでいきます。キャラ編にデカナでいきます。そう、よかったです。そう、恋ラジ初出演でした。朝配信期待しないでください。やらないです、絶対に。そう、清掃チャレンジです。イデカナキャラ編チャレンジします。そう、ありがとうございました。明日からちゃんと休みます。もうでも明日からもう朝、明日からはもうずっと鼻だれのレッスンを頭に入れて頑張ります。ここからは鼻だれとマイカーのことだけを考えて頑張ります。ありがとう、嬉しい。7時にアラームかけなくていいのがちょっと嬉しいですね。1時間ぐらいやってそうね。でもどうしよう、本当に。あ、もう明日からの人生がどうしたらいいか分かんないですね。そう、 HKT の子が1位だった。もともと誰が1位だったの。
東京劇場で待ってる人多数かと。そう、毎回花種頑張る、レッスン頑張る、もう今から頭に入れないといけないからちょっと頑張ります。そう、ありがとう。おしゃべりかなちゃん今日まで、もうキャラ変します。でもなんか何キャラになればいいのか分かんなくて、そうだからめっちゃなってくさ、めっちゃなってくさ、そうめっちゃ首鳴るんですよ自分。もうならない、うわーよかった、なんか解放された。明日ゆっくり寝ます、橋根モチベージしてるのに。でもいでかなは楽しかった、ユーハって誰？そう、マジで首痛い、もうやばい、マッサージ行きたい気分です。めっちゃ当てて草ですよ、やばいこと。急いなときは15分で、そう、もう配信やめます、配信者卒業する、 STU の配信者卒業します。カナウリになる、え、そう、首めっちゃポキポキなるの。キャラ変いる？ちょっと、LINE が来て LINE 見たら。キャラ変いりますもん。キャラ変しないと。ダメ。キャラ変しようと思います。いでかな。もう、将来のことを考えてキャラ変することにした。生体行きたい、もう。自分にご褒美あげます。この後、誰とどこ行くんだ、言うわけないだろう嘘ですよ毎日配信はやめない、毎日配信やめるか迷ってる。でもどうしよう、めっちゃ迷ってるんだよね毎日配信は。でもここまで続けたし、なんか一回切れた時にうわなんで続けなかったんだろうって思ったからした方がいいのかなとか思うけど、でも15分迷い中、数ヶ月前の姫田ちゃんも同じこと言ってた。そう、なんかもうちょっと自分を大切にしたいですね。そう、なんかもっとできることがありそうと思った。配信も大事だし、配信もやりたいけど、なんかインスタ写真よかった、ありがとう。今日のインスタ写真何あげたっけ、今日インスタあげたっけ、うちストーリー、そう生体来た、キャラ変キャラ、チケットはたくさんあるんですよ。最近ずっと配信してたからチケットあるのですけど、そう、1年やってショールームのスタジオで記念配信したい。そう、そういうの、そういうなんかふとした時にさ、もし365日やってたとしたらっていうのを考えた時に、なんかわあもうちょっと続けとけばよかったとかさ、そういうの考える時あるから迷い中なんだよね。後悔したくないしね。そう、15分頑張って清楚系でやり続ければいい。ありがとう。そう、まあ頑張ります、人生なんて自分の。そう、叶う不足になってください皆さん叶う不足になってお話し会に会いに来てください。ショールームやってるからかな、ショールームやってるからこの人はいつも会えるからって思ってお話し会来てもらえないのかな。今思いついたこと、気が向いた時に配信します。そう、やめようと思ったらやめたらいい。そう、そうです。
そう、めっちゃ首が痛い。ヘッドスパ行きたい。でもヘッドスパ自分さ、なんか気が済まないんだよね。ヘッドスパ、なんかヘッドスパまで行ったら首もやりたくなって、肩も痛くなって、あ腰も痛い、あ腰も行きたい、もう全部行きたいってなっちゃうの。そう、かなちゃんに限らずショールーム以外の発信に時間を割くのにいいなと感じる。そうね、ショールームね、確かにショールームも自分楽しいし、コメント読んでるのめっちゃ楽しい。うち配信者になりたいって思うぐらいショールーム大好きなんだけど、ね、でも今普通に 今からはあの普通にそういうのとかじゃなくて、あれです、花だれとマイカがあるから一旦普通にもうなんか配信とかのことを考えずにそっちにを考えたいんですけど、一旦ね、別に配信者になりたいです、将来の夢配信者になることなんですけど頑張って大丈夫、嬉しい。 STA の選抜上位は毎日配信なんで、ね、それめっちゃ言われる。確かに必要なのかもしれないけどさ、でもなんかまあ別にそんな比べなくてもいいなって思う。別に選抜がどうのこうの、別に自分のやりたいことをやっていこうと思うので、押してダメなら低作そう、頑張って配信してね。 ST みんなやってるからね、確かに ST みんなやってる。まあかな全肯定ボットでいいから嬉しい、ありがとう。かなもみんなのこと全肯定していくわできるか分かんないけど苦手、肯定するの、討論するのが得意、枚数少なくてもいいやとはなる。そうだよね、そう、そういうのとか考えたらまあ配信することは大事だけど考え中です。まあ今後のことはまた静岡帰った時に家族と話せばいいので、まだ時間はあるか、たくさん考えます。そう、配信しないと入り口、そうなんだよね。まあそれはね思った、なんかさ、レア感があるかないかみたいな話になった時にさ、そも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 さ、なんかうちらにレア感あるかなみたいな最初は言ってたじゃん。やっぱそういうのが大事だよね。最初は 何事にも全力で取り組んでた井出かながいなくなってしまった。 TikTok で生態の動画、わかる、 TikTok の生態の動画大好き。首のやつでしょ、こうやってもたれてさ、こうやってゴーンってやられてですよ。私あれ行ったことあるよ。そう、一生うち配信者になるって言った配信者になりたい。でもなんかなんて言うんだろう、難しい。 STU にいて今こうなんかこういういろんな活動が重なってる間はちょっと配信者にはならないです。リサンダルもありがとう。そう、もうちょっと自分をことを考えたい。そう、そうです。じゃあ仕事行ってらっしゃい。はじめでやさん、はいとありがとう。17ライバー嫌よ17ライバーならないですよ。そう、数を増やさない、してもらう機会が。広島コーパスイさん、そうだよ、いつもうろうろしてるけどさ、あのさ、かなのさアイコンだからさ、嬉しいから許す。最近はレア感と忘れられるは紙一重やから怖いよな。え、わかる。もうなんかまあでも人生頑張ろうと思います。自分人生一度きりだから、マンジヤンキーじゃないけど人生一度きりだから、自分のことを信じて生きようと思います。自分の好きなように。体式マッサージ行ったことあるよ。でもなんか弱かった、体式マッサージ行った時は。
行ったってならなかった。行ったってなるのかなと思ってたら行ったってならなかったです。はじめでやさん、ハートありがとうっていう感じで、では終わります。もう時間なので。100キロ投げ忘れた。何だと、あ、何これ、待って、ボイスオフにして喋ってた。アイコン変えなくてよかったよ。では、終わります。13位、NRR0022 さん。12位、ヤスベ。11位、マピノピさん。10位、ヒロヨミさん。9位、トムトムさん。8位、コンコルド人間。あ、オノピーだ。7位、ダースーさん。6位、ソラガイナツさん。5位、カラシタイコンさん。4位、ヤフペリさん。3位、ヤマちゃん。2位、広島カオパセイさん。1位、タンタン。ありがとう、みんなありがとうございました。本当に楽しかったです。もう。そう、ミュートしちゃった、間違えて。入ります。では、そう、頑張りました。まあ最後まで頑張れたことが良かったです。自分は楽しかった。ショールームきっかけで気づいたからファンになれたので、これからもありがとう。じゃあ、まあ毎日配信は続けるか続けないか分かんないけど、毎日配信続けるとしたら頑張る、15分とか頑張ります。え、この1週間、とりあえずはあのこの1週間ぐらいだけね、鼻だれとかマイカーとかがある時だけにします。来月からはまた分かんない、考える、いろいろ考えるので、思想を変えた時に、なのでまだ分かんないです。でもとりあえずはあの鼻だれとかがあるから、それを頑張るので、みんな見に来てください。本当に頑張るので、鼻だれもマイカーもマジで頑張る。まだやばい、レッスンまだ1回しかやってない、もう本当にやばいですけど、頑張るので南に来てください。南に来てください。本当に見に来てください。本当に見に来てください。鼻だれも前かも、本当にもう両方初めてだけど、まあ衣装のフィッティングしたんですけど、めっちゃ可愛かったので、あ、可愛かったっていうか、衣装可愛かったので、衣装着てる自分ちょっと結構良かったので、鼻だれの衣装は全部可愛いなって思ったので、みんなが見に来てください。くれたら嬉しいです。頑張りました。ありがとう。バイバーイ。そう、おやすみ。温泉行きたい。ゆっくりおやすみなさいです。ありがとう。花台楽しみにしててください。アベマ配信ないんじゃない？愛媛のカブです。ありがとう。マイカー当たったら親に行く？あ、見に行くか、親が撮った。嬉しい、待ってるね。今日のクソインスタ OK です。おやすみ、ありがとうみんな、バイバーイ。あ、気まずい、帰れなかったありがとうございました。お疲れです。ありがとう、バイバーイ。ん、なんか押せない、ちょっと待って、押せない、ちょっと押せないんだけど。